2K ニュースです。新潟西警察署によると、30日朝、新潟市西区水木野のコンビニエンスストアの出入り口に60歳代男性が運転する普通乗用自動車が衝突する事故がありました。9時46分にコンビニエンスストアの店員から警察に通報があったとのことです。新潟西警察署によると、男性はブレーキとアクセルを踏み間違えたと話しているといいます。男性及び店内にいた従業員などに怪我はなく、事故原因については現在捜査中です。 2K ニュースでした。